大和川と石川合流点。石川の河川敷がグラウンドや自転車道として利用されているのがわかる。河川敷もしくは稼働とは、常時密が流れている区域と増水時に冠水する平坦な土地を合わせた区域を言う。この稼働に堤防敷を加えて河川敷という場合もある。航行可能であれば航路ともなる。河川敷の断面河川法第6条第1項で、 河川区域という語が定められており、治水工事が施された河川の堤防から対岸の堤防までの区域である。行政的には河川敷とは河川区域内の土地である。野球場として利用された河川敷人通合う岸の河川敷にある富山空港土地利用にあたっては河川管理者の許可が必要となる。主に公共的な用としてスポーツ施設や運動場。 公園や遊歩道として利用されることが多い。私有化されている土地もあり、一部では農業も行われるが、長年の既得権として許可が与えられているものが、ほとんどである。河川実機とは引く、ことばんくハット NHK 放送文化研究所、河川実機の読み方は河川法第一省総速国土交通省、河川敷地専用許可準則 AB、河川実機の野菜畑は、 誰のもの ?2016 年11月23日閲覧。国有地を60年間も不法選挙。立ちの危機機の京都の集落を直撃した。デイリーニュースオンライン。http://dailynewsonline.jp://article//1119046// ページイコールオールハット。 玉川のホームレスト内唯一の死者に救えなかったか。毎日新聞。2019年10月19日閲覧。畑だけでなく釣り桟橋まで、千葉、花見川の河川敷不法占有、増えた、中国人権が放置で歯止めなく、産経ニュース、産経新聞2017年2月12日閲覧。淀川河川敷の違法グラウンド撤去へ。 長年の無法状態を動かしたきっかけとは、毎日新聞2020年12月18日。ありがとうございます。